も皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回からね、敵のロボが強くなるようにしたから野戦したいんだけど、撮影直前に寝ちゃって朝にしちゃった。何撮影の目的自分で潰してんだよ。ゲリラ世界では撮影開始前に寝ておけって散々言われたのに。それはそれ、これはこれだから。世界で一番役に立つ言葉、その言葉最初に発明した人ノーベル賞取れるわよね。言葉に発明もクソもないだろ。というかこの環境の目標も実績にしようかな。ダンジョンとかの攻略とかじゃなくてか？いや、あの後いろいろ調べた結果どうやらまだエーテル2にはダンジョンがないみたいなのよね。それでタクティカ2にもダンジョンないから。絶賛目標迷子中なのよ。というかそれさ、このシリーズ始める前になんとかならなかったのか？実はつい最近まで日本語読めなかったから、せめてもっと現実味のある嘘をついてくれ。まあ目標はいつか決まるだろうし、とりあえず今は夜を待つ間他のこと進めようか。ってことでタクティカルフレームの機械作るわ。まずは銃製作作業台作って、それを作業台で囲んでスキルステーションの完成。作業台8個も使ってるし、24×24 の作業台でもできるのか？何を作るときにそんな作業台を使うの？で、このスキルステーションはアクション系のゲームにある感じのスキルっていうのを作れるわ。虚空入ったりポータル繋いだりか。思いつくものがピンポイントすぎる。それでこれは開発チップを置くとこんな感じでいろいろ作れるわ。攻撃系に防御、支援に回復って感じか。そうね、ダメージ減少とか反動をなくすとかいろいろあるんだけど、とりあえず今回作るものは決まってるわ。それが右上の緊急回避ってやつよ。ダメージを無効化するってなってるな。え、これ一つあれば全部無効できる感じか？さすがにそこまでのチートアイテムじゃないから。まあそこまでじゃないけど、それでもなかなか強いわよ。使い方はインベントリの一番上に置いておけばいいだけで、こんな感じに攻撃された時に、こんな感じに攻撃された時に、いいから早く攻撃してきて、鼻に切れるな。はい、こうやってダメージ無効の効果がついて一定時間攻撃が効かなくなるわ。どれだけダメージが大きくても無効化できるから、かなりいろんな場面で役立つと思うわ。ただその代わり一回発動すると一定時間クールダウンが入ってすぐ使えなくなるわね。それでも背後からクリーパーで爆破されたり、頭上から急にタライが降ってきても平気なのはありがたいな。校舎に関してはそうそう起こらないと思うけどね。毎日のように降ってきて困ってる人もいるかもしれないぞ。どんな仕事をしてたら毎日タライが降ってくるの？そして今作ったスキルステーションをさらに鉄で囲んで別のものが作れるわ。マシンステーションってアイテムか。というかいい加減拠点作って地べたに置くのやめようぜ。今の拠点を増築するのじゃダメ？いいからとっととまともな家建ててこい。まあ家のことは一旦置いといて、今作った機械使うわ。ってことで鉄、金、レッドストーンと作業キットで CPU。そしてマシンシャーシをまた作ってっと。鉄が安定したらいつでもこれ使えるようにしてていいかもな。まあそうね。それで CPU をこれで挟むと、MTT4 マスプロトンってロボットの完成よ。味方のロボットか、これならもう負ける気が。なんかすっごい可愛いの出てきたけど。まあ一番最初のだからね、そこまで強いってわけではないわ。ステータス画面はこんな感じね。ここが今のモード、ついてくるか待機、フリーの3種類があるにょん。で、そのモード切り替えは右下の M ってとこ。それで右上のプラスで自分の経験値を消費してこのロボのレベルを上げれて、さらに右上の×ボタンでこのロボットを回収できるにょん。今後結構使いそうだからね、しっかり説明してもらったわ。そしたら試しに使ってみようか。ついておいで、マスプロトン。ちょっと待ってどこ行くの？お前みたいな奴にはついていきたくないってさ、と思ったらもうすでに敵のこと見つけて狙ってくれてるのね。移動速度上がる砂乗ってめっちゃ速く動いてんな。なんかどんどん可愛く見えてきたぜ。攻撃力あんまないし、マリサペットとして使う？もらってもいいのか？本気でそんな喜ばれても困るんだけど、というか回収したいけど私もマスプロトンも移動速度速すぎて追いつけない。どうした？じゃれ合ってるのか？全然そんなわけじゃないから、やっと捕まえたけど。あれ？インベントリにない？何やってんだよ。早く私のプロトンを探せよ。プロトン、お、あったあった、危ない危ない。よかった。私のプロトンは無事だったか。なんでもうそんな愛着湧いてるの？まあ多分マスプロトンは今後使わないと思うけどね。は？燃やすぞ。愛着とかそういうレベルじゃない。わかりました。たまに使います。というか夜になったし、敵探そうか。だが前からいるドローンすら見つからないな。平和な夜なんだぜ。ただただ夜の草原を歩き回ってるだけね。これが最近流行りの夜にかけるか。開けない夜に落とすぞ。その脅迫文初めて聞いたんだけど、というかマジで一切見つからないしよ。設定ミスったんじゃねえか？そんなわずないと思うんだけどな。それかもしくは私のプロトンが知らず知らずのうちに全滅させたとかな。仮にレベルマックスだったとしてもそれは無理だと思うよ。ちょっとこれ試しに普通の世界の方戻ってみようか。
ってことで機関、ロボはいるかな？お、今ちらっと見えたな。やっぱ向こうの世界のロボはマスプロトンが殲滅しちまったんだろ。いやマスプロトンにそんな力ないから。もしかしたら覚醒してこんなんなってたかもだろ。もはやそんなんなってたらこの世界平和になってるから。歩く平和、つまりピースウォーカーだな。もう完全にわかって言ってるでしょ。そして第一村人発見。まあ人じゃなくロボだけどな。なら第一村ロボ発見。というかアイアンサイトなせいもあっていまいち見えなかったな。DM7、クロール、1マスの高さしかなくて遠距離攻撃してくるみょん。サイトとかのアタッチメントも作ってくればよかったな。そして次は二足歩行っぽいロボット発見だな。DM11、インバースって敵みょん。体力結構多いけど、サイズ大きいおかげで目をつむっても当てれるわね。さすがにそれは盛りすぎだろ。インスタグラムに上がってる自撮りの写真並みに持ってるぞ。中途半端に現実的な例え出さないで。つーかロボからも魂出るんだな。人工知能にだって自我は芽生えるからね。人工知能だって夢を見ていいんだよ。やはりヒューマギアは危険だ。即刻廃棄しなければ。最近ゼロワン熱が最高潮なのよね。なんで放送終わってから最高潮来てんだよ。お、そして左の方に緑の新ロボット発見。あれは、確か近づいたらまずかった気がする。というか本当にサイト作ってくればよかった。動画的にも見づらいんだぜ。DM5 インサーター。近づいたら即爆破して倒した時も自爆するみょん。まあ死ぬほど性格が悪くなったクリーパーみたいなもんね。お、そしてあそこにオンサーター2体発見ね。1体の爆破でもう1体にもダメージ入ったな。というか MP7、結構反動少なめで使いやすいわね。まあこれでも他モッドに比べればブレる方だがな。まあそこは天才 FPS プレイヤーに任せてほしいわ。タルコフ買って3日でやめたのに天才。何のことだかさっぱりわからないわね。というかやっぱインベントリ整理してたら横から爆破ロボ来てるー。惜しかったな。マリサは誰の味方なの？もちろん私はトレダカの味方だぜ。そう言われると爆破された方が良かった感じが否めない。まあ私は生きなきゃステーキだからね。頑張って生きるわ。ステーキになった時点で死んでると思うぞ。そして朝になっちゃったからね。天空に帰るわ。通過展開だとやっぱロボが湧かない感じかなのか。でも前ドローンのやつはいてたしね。ちょっと次の夜は他の島とかで探してみようか。そしたらロボから色々ドロップしたからね。それ使っていこうか。ロボからのドロップはこの3つ。ゴムクズにスクラップ。それとレイメタルね。ゴムクズとスクラップに関しては何に使うんだよ。これ私にとっては宝物だから。現代社会のゴミ屋敷の闇を見た気がする。まあ実際どっちも使うアイテムよ。一番使うのはこのレイメタルだけどね。ってことで早速これを使うための機械作るわ。前に紹介したコークスをブロックにしてっと。黒いレンガみたいでかっこいいな。上に鉄、マシンシャーシに作業キットでレイメタル合成機。進捗達成、ハッピーシンセサイザー。姿鏡の前でふざけるやつだな。合ってるけど間違ってる。その言い方だとファンの人に間違いなく怒られるから。で、これはどう使うんだ？下に石炭とかの燃料、左上にレイメタルと右上に鉄で強化鉄っていうのが作れるみょん。一応他にも色々作れるけど、今は素材不足みょん。ってことで完成。強化鉄インゴット。これでかなり色々作れるわ。まあパパッとやっていこうか。ってことでコンパスを植え、それと強化鉄にスクラップ。いつもの作業キットで、親の作業キットより見た作業キットだな。親の作業キットって何？まあこれで観測機っていうのができるわ。そしたら鉄、かまど、マシンシャーシにいつものでジェネレーターの完成。どっちも見た目的に中間素材か。もしかしたら投げつけて武器として使うかもじゃん。それ言い出したら全部投げつけて武器にできるわ。ブロックの角の部分とか痛そうよね。間違いなくマイクラ界最強の武器だぜ。そしたら今作った2つとマシンシャーシ、開発チップで、マシンシャーシもかなり使うな。親のマシンシャーシより見た。もう親の話はいいから。ってことで完成。CFR12、12式よ。これもプロトンと同じロボか。序盤に作れるロボだしな。次はどんな感じの可愛らしいロボが出てくるんだ。こんな感じのロボが出てくるわ。かっけえ。めっちゃかっこいいじゃねえか。プロトンからどういう進化を遂げたんだよ。これが12式、登場可能な二足歩行ロボよ。最高でしょこれ。このためにタクティカに選んだって言っても過言じゃないわ。つーかこいつは乗れるのか。早速乗ってみようぜ。フレンドが乗ってるのは見てたけど実際乗るのは初めてね。おーおーおおおおおおおオットセイのモノマネか。すごい、空を飛ぶ。というかジェットパック的な感覚かな。そして左クリックで弾撃てるわね。威力も申し分ない。鼻ぐらいなら楽楽。あ、待ってマイクラクラッシュした。ロボで理不尽に撃たれた鼻の逆襲。とりあえず再起動して戻ってきたわ。
ロボも残ってるし、特に支障なさそうだぜ。それでこれ飛ぶのは左のゲージ消費するみたいね。そして弾は右下のか、弾薬は勝手に装填されるみたいだぜ。そして見てこれ、この範囲爆破攻撃、すっごい強そうじゃないこれ。だな、こいつ使って野戦行ってみたいぜ。ってことで早速野戦に来たわ。判断が早い。私鬼滅の刃見てないせいでパワハラされながらビンタされるイメージしかないのよね。ファンに切り刻まれてしまえ。今回はしっかりロボ湧いてるかな？湧いてるどころじゃないもはや湧きすぎでしょあんたたち。ああしかも移動速度上がる砂のせいで滑る。無事着陸。陸はもっと下の方にあるぞ。というかこの右の数値が体力っぽいわね。だな、しっかり気をつけて戦った方がいいぜ。でもこのロボ、あるのとないのじゃ大違いね。さっきより断然戦いやすいな。今の私たちは負ける気がしねえぜ。体力もね、素早い左右の移動で弾をかわしまくるわ。そのせいで敵にも弾当たってないけどな。まあ最悪弾は無限にあるから、いくら撃っても問題ないわ。エイムが悪いのは10メインな世界では大問題だと思うぞ。ただこれ、上にとてつもない量ロボはいてるんだけど、ゾンビとかスケルトンが湧かない分、ロボが湧きやすいんだろうな。湧きやすいって次元超えてむしろロボしかいないけどね。もはやマイクラやってるのかアーマードコアやってるのかわからないレベルよ。これがアーマードコアの新作か。みんなが闘争を求めたばっかりに。これ移動速度上がるとこだとまともに戦えない？ってことで全員まとまったとこに爆弾叩き込むわ。かなり削れたな。見てるこっちとしてはかなり面白い戦闘だぜ。面白いが、だいぶ寄ってきたんだぜ。戦闘する場所変えた方がいいねこれ。ってことで普通のところに下がってきたわ。あそこの戦闘はだいぶカオスだったからな。楽しいは楽しいけど、別ゲーやってる感覚だったわね。まあもっと入ってる時点でほぼ別ゲーだけどな。というかほんと、次から次へと敵が来てきりないわね。ほんとにすげえな。マジでロボットの無双ゲーやってるみたいだぜ。ただいい加減ロボの体力が少ないのよね。そろそろ下がった方がいいかも。だな、この辺で切り上げて帰ろうぜ。ってことでなんとか逃げ帰ってきたわ。想像の倍以上ロボはいてて、もっと強い装備ないと今後きつそうだぜ。それで今の戦闘で1、2式かなりダメージ受けたからね。回復させるやつ作るわ。ってことで金と鉄、それにいつもの2つで修繕ドックよ。これを使えば体力の削れたロボを回復できるわ。というかもしロボの体力が0になったらどうなるんだ？ I'll be back って言って溶けていくわよ。感動的な別れになるのか。まあ正しくは体力が0の状態でアイテム化するわ。それもこの修繕ドックで直せる感じなんだな。そうね、心の傷以外はこれで直せるわ。傷ついた心の修復は簡単じゃないからな。ってことで完全回復、これでまた戦えるわね。そしたら今後のために今ある私の経験値全部突っ込んでレベル上げようかな。33レベを使って、ロボが11レベになったな。体力もかなり増えて、攻撃も防御もアップね。だな、10レベでこんだけ変わるのはかなり嬉しいぜ。そしたら今回はこの辺りで動画終わるわ。敵も強くなったがその分こっちもかなり強くなったな。割とマジでこいつがあれば負ける気しないぜ。そうね、移動にもかなり使えそうよね。たまに挙動おかしくなるけど、ライブとか行った時のヘドバンの練習だろ。ロボがヘドバンしたら会場すっごい揺れそう。それじゃあご視聴ありがとうなんだぜ。チャンネル登録、高評価、コメント等お願いします。3、2、1、チャオ。